れ俺のヨーグルトがね、あれお前のやったん、うん、ごめん食べたわ。え、なんでそんなん、お前名前書いといてくれんとわからんって。名前ルームシェアなんだからそういうことちゃんとしていかないと。めんどくさくね。でも名前書かんとわからんから俺全部食うで。それはお前次第やん。ああもうこれもよ、上が俺で下がお前のチェストやんな、うん、もう俺の名前書いとくからお前も書いといて。いやお前書いたら俺別に書かなくて。何これ。いや言うて俺も書くの面倒だから貼っつけれるように作ってもらった。気持ち悪いお前。何が。いやでもほんまに重要よ、うん、で間違って使われたら結構面倒だから、まあ、それどんだけ貼ってんだよお前。これでお前間違えて使ったりしないよ、ね、疑いすぎじゃない俺のこと。剥がれんようにしっかり攻めたいんで固めたから。何してんの本当に。でこれ椅子でしょ。もうそれ俺の椅子だから。100歩譲ってその辺はまあまあいいとして、床はこれ何。いや2人で決めたやんか、この範囲は俺の部屋って。だからこれ俺の床でしょ。床は俺も使っていいだろ。ダメだよ。お前俺も手伝うから剥がそうよ。やだよ、なんで。恥ずかしいわ、人が来た時とか。いやいいだろ別に、こういう性格なんだから。真面目すぎると男にも女にも嫌われるぞ。あのセメダインの剥がし方を教えてほしいんですけど。